です。今日も白猫プロジェクトをやっていきたいと思います。今日ねクリスマスガチャが来てるので早速それを引いていきましょう。でね、ランクが50になったんですよ。あれ、ランク50になった時って言ったんだっけ？言ってなかったかもね。そう、ランク50になりました。やったねー。押せよって話なんですけど、まあ許してください。はい、まあそんな感じでね、早速今日ガチャを引いていきたいと思うんですけれども、今回狙っていくキャラはティナちゃんとコヨミちゃんを狙っていこうかなと思います。で、ティナちゃんがね通常攻撃が強化されてたりとか、あとは耐久力がかなりあるみたいなので、まあ PS のない私でも扱いやすいのかなって思った感じです。で、あとねコヨミちゃんに関しては即死回避と HP 回復があるので、それもすごくいいなと思いました。で、クレアちゃんもねいいなと思ったんですよ。水属性の攻撃が確かかなり強かったりとか、あと SP 効率がかなり高いみたいなので、それすごくいいなと思ったんだけど、自己回復持ってないので、私みたいなタイプだとね多分死んじゃうんじゃないかなみたいな、ジュダさんの二の舞になるんじゃないかなと思ってすごく不安になりました。なんでまあそんな感じでティナちゃんとコヨミちゃんを引いていきたいなと思います。それでね早速いつものをやりますか。ふう、いくぞ。お、入ります。気合は入ったぞ。お願いします、お願いします。250いきます。せーの、ポチ、いきますか。はい、お願い。さあ何体出るかな、何体出るかな。おお、すごい、夜になってる。これクリスマスバージョンだからってこと。3、4、4体5、6、あ、結構金多いかも。6体、本当？今私適当に数えてたけど大丈夫かな、本当か。1、2、3、あれ、待って待って、分かんなくなった。いくつあった？でも結構私にはない、今までにない金率ですね。いやーちょっと待って、入るんだらけなんだけど、どうしよう。お願い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 、出て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 、ティナー、ティナー、ティナー、コヨミちゃんじゃん、やった。めっちゃ嬉しい。え、あ、クリアちゃんだ。おお、来ましたね。まさかの2人引いたよ。しかもこれが欲しいって言った3人のうち2人だからね、相当これは奇跡じゃないか。で、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、金7個今までないガチャの運だね。どうしたんだろうね、クリスマスだからかな。ちょっと気の早いサンタクロースが来たのかもしれないですね。いやー、めちゃめちゃ嬉しい。しかも可愛いよね、ほんと。そう、クロスセイバーかなり嬉しい。で、クレアちゃんはドラゴンライダーですね。いや、いいな、声も可愛いし、めっちゃ嬉しい。てかリーダースキルめっちゃ面白いね、駅弁ラブ拡散。いや、これはホクホクです。もう何も言うことない、びっくりしすぎて逆にもう言葉詰まっちゃったもん。ありがとうございます。みんなももしクリスマスガチャ引いてたら何が出たとかぜひ教えてくれると嬉しいです。というわけで今日はこれで終わりにしようと思います。面白かったなと思ってくれたらぜひいいねをしてくれると嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それから Twitter もやってるんで、よかったらフォローしてください。一緒にみんなでマルチをしたりして遊びましょう。それではバイバイ。